は、ニュージー大好きのかほりです。皆さん、私たちがニュージーランドに行ったことはもうご存知だと思いますが、はい、というか、ニュージーランドブログ1から今どこまで出てますか？あ、もう最後まで行ってますよね、この動画が出てる時には。はい、ということで、今回はですね、そんな私たちニュージーランドに行ってきて、たくさんいろんなものを買ってきたので、皆さんにどんなものを買ってきたのか、また買ってきたものじゃなくて持ってきたものもあるので、もらってきたもの、そう盗んだとかじゃなくて、こうフリーでどうぞってもらったものとかも交えながら、皆さんに今回は紹介していきたいと思います。はい、はい、で、この動画の最後にですね、皆様にプレゼント企画もご用意してますので、最後まで皆さん見てください。はい、ではじゃあ始めていきたいと思います。はいお菓子からいきますか、うん、簡単に。じゃあまず1個目、こちら、じゃん、オレオバースデーケーキフレーバー。別にこれはニュージーランドとかあんま関係ないと思うんですけど、日本には売ってない味なんですよ、オレオで。唯一ニューワールドで売ってました、うん、わ、覚えてる ね、はい、これマジで美味しいんで買ってください、うん、大好きオレオです。次、チョコ。おお、それね。これはちょっと食べかけなんですけど86%、はい、ちょっと苦いチョコと、うん、これはまだ食べてないんでわかんないんですけど、甘そうなチョコ買いました。これあれですよね、多分動画中、Vlog のどのかどっかの動画に出てきたよね、うん、いつだっけ忘れちゃった。あ、アルバニー、編集日、そうアルバニーモール行った時じゃないですか、買ったのこれね。ホワイトチョコと何、アーモンド、プラム、チョコ。え、中になんかドライフルーツみたいなの入ってるの、うん、おー、まあ、ニュージーランドに行ったらこのブランドのチョコレートいっぱいスーパーに置いてますから、うん、ね、ぜひ皆さんどれか1種類買ってください。私も買ったんですけど、これ、うん、今日持ってくるの忘れちゃったんですけど、私が買ったのはマヌカハニーが入ってるチョコと、あとシーソルトが入ってる、この同じブランドの使ったんですけど、それも美味しかったので、このブランド美味しいです。おすすめです。はい、じゃあ次はこれ、あ、これね、これちっちゃいんですけど、もう皆さんニュージーランドに住んでる方もみんな知ってるよって思うかもしれないんですが、このクッキータイムズのクッキーです。ニュージーランドが発祥、ニュージーランドのクッキーですよね、うん、これ。そうちょっとなんか今朝の9時ぐらいなんで頭がちょっと回ってないんですけど、でもこれ日本の原宿にお店あるんですけど、うん、そのクッキーとはなんか味が違うらしいんですよ、うん、ニュージーランドバージョンと日本バージョンで変えることを変えるんですけど、ニュージーランドのこのクッキーはまた違うみたいなので買ってください。美味しいよね。美味しい、うん、ニュージーランドといえばこれって感じかもしれないですね、うんうんうん、このさっきのチョコよりも、うん、まあ、ニュージーランド感はあるかも、うん、かわいいし、これ買いました。はい、次これ、あ、これね、めっちゃ好評、これすごい好評なんだけど、うんうんうん、お土産で買いましたね、うん、これはこの小ささ1個で売ってるんじゃなくて、うん、なんかこんぐらいのパッケージの中に6個かなくらい入って、うん、何ドル ?3、4ドル、もっとか、もっとだな、6ドルぐらい、3個で6ドルとかじゃない、あ、3個で6ドル、うん、そうだで買いました。え、これほんと人気なんだけど、うん、特にこのチキン味、次何ですか。おお、これね、もうこれもさっきのポテトチップスと一緒でいっぱい入って何ドルみたいな、うんうん、箱に入ってたんですよね、シリアルのコーナーとかにあったような気がする。これはどこで買ったの？パックンセーブ。パックンセーブで買いました、うん、結構いっぱい種類あって、うん、そのクッキータイムズのクッキーって結構重いんですけど重くない、うん、なんか重さすごい気にするじゃないですか、やっぱ帰国するときって、うん、軽いものをできれば軽くて可愛いものも選びたくないですか、お土産って、うん、軽いですよこれ、うん、クッキータイムズのクッキー重いから、うん、クッキー買いたいってなったらこれも結構おすすめです。これじゃん、
これはあのどこでもらった？これはですね、あのお恥ずかしいんですが、うん、あのニュージーランド航空のラウンジに行った時にもらいました。ラウンジに入ることができて、うん、あのいやあれですよ。盗んだとかじゃないですよこれあのもらっていいんだもんね。そうそうそう、フリーフリーフリー、どこの国でもミロはあると思うんですけど、このニュージーテイストっていうのがいいじゃないですか、うん、このもうニュージーランド行ったよっていうのが分かるし、うん、もうあのねこの薄さもそうだしどう思い？えであれスーパーにもちゃんと売ってます、うんうん、これ1個とかじゃなくてたくさん入って、なのでこうバラバラであげてもいいと思いますし、それ1個ボンってあげてもいいと思いますし、このニュージーランドミロ私はもらいました。ノリカはもらいましたよ、うん、あのニュージーランド航空のラウンジで、はい、最高でしたラウンジはい、じゃあこれね皆さんよかったら買ってみてください。はい、じゃあ次 Vlog でもちょっと出てきたと思うんですけど、じゃん、歯磨き粉です。コルゲイトのホワイトニング効果の高い歯磨き粉です。これいっぱい買ったね、マジでいっぱい買った。これ一番強いのがこれ、あの Vlog の中でも話したと思うんですけど、うん、この何でしたっけ、ハイドロゲンが強い方がホワイトニング効果が高いって言われてて、あの売られてる中で一番ハイドロゲンが高いのがこのオプティックホワイトリニューアルリムーブ10 years of yellow stain って書いてあるんですけど、これが一番強いそうです。ネット情報ではあの調べてから買った方がいいです。やっぱり歯磨き粉って最初はまあ適当に買おうかなと思ってスーパー行ったんですけど、やっぱり種類があるし一番いいのを皆さん買ってほしいと思うので、うん、これが一番白くなるって言われてる。だって10年分のステインをなくしてくれるんですよ、うんうん、まあ、本当かどうか分かりませんが、なんかパッケージが微妙に違うのでよく見て買ってほしいんですけど、そのお店によってちょっと違うかもしれないんですけど、うん、で一番安かったスーパーはどこ？ニューワールド、うん、かな。ニューワールドで13ドルくらいだった。バックンセーブ14とかじゃなかったっけ。あ、そうかもそうかも。1ドルぐらい、うん、こう上がったり下がったりしますけど、なんかパックンセーブの方が安いんだよなって最初思ったんですけど、うんうんうん、意外とニューワールドも結構安いのかな、物によるのかな。そうそうそう、歯磨き粉はニューワールドの方が安かったです、うん、ホワイトニング重視って方はこの3種類のどれかを選んで、もう最高に白くしたいっていうならこれ、うん、で、まあ、ホワイトニングしたいけど、まあ歯がな怖いなっていうのはこの2つ選んだらいいと思います、うん、お土産にもいいと思いますね。はい、はい、コルゲイトでした。次はスターバックスで買ったものを紹介したいと思います、うん、じゃん、見えますか、ここにスターバックスの女の子の、そうそうそう、これですね、うん、これはちょっとでも残念なのが、うん、あの保温効果がな、さっき洗ってきたから汚ね汚くないのここ水が、これちょっと残念なのが、あの保温じゃないので、そう、冷たいものしか入れられない、うん、冷たいっていうか生ぬるいとか、うん、熱いのだとこれプラスチックなので割れちゃうんですよね。それがちょっと残念だなと思うところではあるんですが、うん、まず日本にこんな可愛いデザインのものが売ってないっていうのが1個と、うん、こんな大きさがないっていうので、うんうん、即買いだよ ね。見つけたら早めに買った方がいいと思います。そうだ、ね、他のショップに可愛いのあるかもって思ったんですけど、あの結構なくなるの早いし、うん、あのなんていうの、入れ替え激しい。これもうなかったもんね。そう女の子だったら絶対喜ぶと思います、うん、こういうのもらったら。かわいすぎ、うん、あのなんか出張に行ってきた旦那さんとか、うん、なんか彼氏が旅行行ったとかあったら、うん、なんか難しいと思うんですけど、だいたいこれ渡しとけば女の子に喜ぶと思う、うん、スタバの海外のこういうやつね、うん、めっちゃお気に入りですこれ。はい、乾杯はい、じゃあアクセサリー系ですね、はい、せーの、こちらこれ違うここのブランドなんですよね、うん、ルビサ
だと思われる、ま、このなんか名前わかんないって前も動画内であったと思うんですけど、多分ルビサかロビサっていうブランドですね。ここで買ったものを紹介したいと思います、はい、めっちゃ安くなってたよね。めっちゃ安い。ここ本当にあのアルバニモールの動画見てほしいんですけど、うん、そこにいっぱいいろんなピアスがバーって並んでる映像が出てくると思うんですけど、だいたい5ドル、6ドル、7ドルとか、うん、3ドルとかもあったよね、1ドルとか、うん、そのセールしてるとすごい安いですし、でこういうこの上等な紙袋に入れてくれるんですよ中にあの黒い紙みたいなクシャクシャみたいな入れてもらって、すごいプレゼントとしてもいいし、うん、ただあの1個注意点として、うん、あのプレゼント用にしてって言ったらこれくれるんですけど、あのシール剥がそっかって言ってくれるんですよ、うんうんうん、で3ドルだからね。そう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 、それはその気遣いはすごい嬉しいんですけど、ベ、うん、ってやられるんで、うんうんうん、あの逆に、うん、あの自分で取った方がいいと思う、渡せなくなるので、うんうんうん、私すごいそれ日本帰ってもめっちゃ綺麗に剥がしたんですけど、うん、あ大丈夫だよって言った方がいいと思います、うん、渡す時にあの優しいんですけどね、うん、はい、じゃあここで紹介しますか。はい、お願いします。はい、のりかさん、まずピアス、これ見えますね。めっちゃ大きいよね、粒が。うん、これでした。何色？ピンク。ピンク。いくらだったの？いくらでしょうか。5ドル。5ドルです。これです。それね、これは7ドル。安っ、ね、これセットでつけて、そう、耳とね、そう、かわいい、かわいいね。以上です。以上ね。いや、はい、他にもっと買ってるよね、うん、ピアス。プレゼントにしちゃいました。そう、ここでめっちゃいっぱい買ったんで、この、うん、これだけじゃないんですけど、今自分の元に残ってるのはこれだけです。はい、うん、結構どこにでもある、あるよね、簡単に見つけられると思いますけど、女の子のお土産にめっちゃいいと思います、うん、あ、じゃあ次はですね、あのここ袋ありますよね。ここが、ニュージーランドのお土産屋さんで結構有名というか大きいところなんですけど、うん、そこで買ったものを紹介したいと思います。はい、 OK ね。じゃあのりかさんからお願いします。シール、じゃーん、かわいい、キウイシールです。これは2ドル60セントで、あと、はい、これプケコタグあー、ラゲージタグね。そう、これもうぐるぐる巻きに縛り付けてあって取れないんで写真撮ってきました、okay. あ、これです。あー、ピアスね。ピアス、うん、青のピアス買いました。ハリカが今ピアス紹介したので、その流れで言うと、うん、同じタイプ、青い貝を使ってるピアス、これ入れるやつを OK で買いました。で、あともう一個私は OK で、このありきって合ってるんですかね、ここのブランドが結構ニュージーランドのアクセサリーで高めなブランドで、これピアス、今外す、この翡翠のピアス買いました。このブランドは結構高めなので、こういう化粧箱みたいな宝石箱がついてきて、あのギフトとかすごく喜ばれると思うので、お土産っていうよりお誕生日とか、うん、奥さんにあげるとか、結構お母さんとかそういうのに使ったらすごくいいかなって思います。で、 OK はたくさん種類があったので、他のお店と比べて OK って一番種類あった気がするので、うん、OK ギフトで買ってください案件じゃないですちゃんと自分たちで買ったんですけど、うん、OK はいっぱい種類もあったし、大きい、宝石とかもあったの で、ここのブランドが高めですけど一番ちゃんとしてるのでおすすめです。これはそうそうそう、テリーさんにもらいました。はい、私も同じのをもらいました。キーネックレスです。この箱が可愛かったんだよね、うん、これと同じブランドなんですけど、そうだよね、え、わかんない、そんな頭から OK ちぎれるよこれはテリーさんへのビデオレター。そうそうそう、いや編集は私たちがするからそかお蔵入りです、うん、私たちとお揃いにしたかったら皆さん、はい、OK ショップに行ってこのキーウィーバードのネックレス買ってください、うん、はいはい、じゃあ OK は以上ですかね。はい、
免税店でこれ1個だけ紹介したいと思います。別にそんななんか有名とかどうかわからないんですけど、うん、セキュリティチェックを抜けたところにいっぱい免税店が、まあ、皆さんご存知だと思うんですがあるんですが、うん、そこで買ったので、あの普通に機内持ち込みでこのおな何量ですけど持ち込めるので買いました。あのドルが使い切れなかったので、うん、そこで使っちゃおうっていうのもあって使ったんですけど、結構嗅ぎますいい匂いでした、うん、あの本当にセキュリティチェック抜けたらすごいいっぱいお土産屋さんあって、あの香水とか免税で買えるので、よかったらそういうのもね利用してみてください。はい、急にですね場面が変わって混乱しているかもしれませんが場所を買ってこちらの教室でお届けしております。はい、はい、で最後ですね、お土産さっき紹介途中になってしまったのでもう一回取り直すと、こちらじゃん、これは無料なんですけど、うん、ニュージーランドのこっちが北島、こっちが南島、そしてこれがニュージーランドの全部の地図1枚になってる。そう、これすごいですよ、じゃん。まあ、どうしてもインターネットとかでだと分割で印刷しなきゃいけないし、ちっちゃいし、こうなんていうんですか、道路の情報とかもやっぱ現地の地図が一番いいと思うので、こういうの買わなくてもあのビジターセンターとかに行ったらありますので、これぜひ貼るのも可愛いじゃん、うん、家とかに、うん、で私はもらいました。でこれもこれは空港でもらったんですけど、このサウスアイランド南島の、これ無料だから著作権とかないよね、いいのですね、うん、なんかこういう風にこれどこだ地図があったり、おすすめの観光スポットとかが載ってるのが無料でもらえるので、ぜひこれ南島バージョンと、なんか北島から大きいのしかなかった、日本のガイドブックに載ってないことがたくさん載ってたりとかするので、こういうのぜひ向こうに行ったら使ってもらって、でお土産として持って帰るのもいいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。どうでしたか。楽しいですね。楽しいですか。はい、ということで適当すぎて楽しいですね。はい、いやちょっともうさ、プレゼント企画のことで頭がいっぱいで、うん、そうそうそう、どう進めようか進行っていうので、うん、はい、今回はですね、あの、まあ、プレゼント企画はニュージー大好きポッドキャストの方でよくやっていて、あの皆さんポッドキャスト聞いてない方はぜひ聞いてほしいんですけど、私たち木曜日にあのニュージー大好きポッドキャストのりかほのキオララジオっていうのをやっているんですが、はい、そこでも、そこでいつもニュージーランド在住の方に、プレゼントをやっていたんですが、あの社長の方にですね、日本の方にもそういう企画をくださいってこう頼んだところ通ったので、うん、今回は2名様に、私たちがニュージーランドに行ってお土産を買ってきたので、そちらをプレゼントしたいと思います。イエーイ。じゃあのりかさん、何を買ってきたか紹介してください。はい、まず一つ目、はい、マヌカハニー石鹸とハンドクリームです、うん、自分が欲しい。それな、これはあの先ほど紹介した大きいショップの方で買わせていただいたんですけど、うん、結構人気らしい。わ、めっちゃいい匂い。これは2個で1個。1個、そうです、2個で1人。豪華やん。あともう1個ありますね、こちら。わ、歯磨き粉です。プロポリス、これは天然なので、うん、すごく歯を気遣ってる人というか、ホワイトニングよりも口腔ケアをしたいとかっていう方も最高ですね、うんうん、はい、こちらですね。こちらです。これは1個なんですけど、これかこれが当たります。はい、もうぜひぜひ皆さん応募してください、うん、で応募方法というか応募条件を今から皆様に伝えたいと思います。 YouTube のこの登録、チャンネル登録とのりかほの、動画を全部いいねをしてもらうことで、3つ目がニュージー大好きの、インスタグラムをフォローしてもらうっていう、この3つになります。はい、で、住所がやっぱり必要になってくるので、プレゼントを送るのに
そういった住所とか、住所、名前、電話番号を、うん、そのインスタグラムの DM に、メッセージでお願いします。そうしたら応募完了になるのかな、うん、はい、ということで締め切りは、あ、そう、締め切りは2023年1月31日でいいですか。そういうことです、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、今回はですね、ニュージーランドで買ったお土産、もらったものを紹介しました。楽しかったな、面白かったなと思った方はチャンネル登録といいね、そしてこのプレゼント企画の応募、皆さんぜひお待ちしております。はい、チャンネル大好きの森と成田でした。また来週も、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 ニュージーランド、 もっと楽しく、 ニュージー大好き。